神甲子園球場です。阪神タイガース対広島東洋カープ、この一戦をお送りいたします。タイガースの先発は右のメッセンジャー、対するカープの先発は右の矢蓋、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。まずは1回の表、先頭バッターは田中、第1球投げた、打ちました、初球打ち、ヒット、田中いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球初球を打ちました、ライトへの打球取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。センター丸、背番号第9投げた、ボール、バッターよく見ました。一塁ランナー飛び出している、投球ストライク、キャッチャー二塁へ送球、盗塁成功。投球はこれから3球目、打ちました、一二塁間のゴロ、中谷取った、ベースカバーに入る、メッセンジャー取ってアウト。さあ、チャンスが広がって松山、第9アウトローを見送ってストライク、いきなり152キロ、スプリットはボール、カウントはワンボールワンストライクです。投げた、完全に外れた、ボール、カウントはツーボールワンストライクです。投げた、打った、レフト前に出る、取りました、これでスリーアウト。カープこの回無得点です。1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは俊介、インコース高めストライク、いきなり154キロ、投げた、ボール、外角低め、カウントはワンボールワンストライクです。空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。ストレートはボール、カウントツーボールツーストライクです。投げました、打ちました、これはセカンド正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番上本、第1球ボール、第2球投げました、2球目ストライク、第3球を投げました、危ない球、第4球は打った、ファールボール、第5球投げました、空振り三振。バッターは3番糸井、第1球投げました、初球はストライク、いきなり153キロ、投げた、ボール、カウントワンボールワンストライク、投げた、見送ってストライク、投球これから4球目、打った、一二塁歓迎、菊池ボールを取る、一塁送球、記録はヒット。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。福留、背番号8、第9、これは引っ掛けた、ファースト飛びついた、これはファースト間に合いません、ファウルボール。ストレートはボール、カウントワンボールワンストライク、打ちました、あっと落とした、落とした、ファール。第4球を投げた、ボール、カウントツーボールツーストライクです。打ちました、打球はライト浅いところ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして、カープ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは阿部、投げた、初球を打った、大和掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番新井、背番号25、第9投げた、初球から打ってった、セカンドゴロ正面、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番バティスタ、背番号95、これは上がりすぎたか、センター前に出る、掴んで、これで3アウトになります。カープ結局この回3人で攻撃が終わっています。2回の表が終わってカープ無得点で終了です。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは中谷、初球空振り、いきなり152キロ、投げました、2球目ストライク、これで追い込みました、
危ない球。投球これから4球目。打った、痛烈な当たり。これはヒットになります。打球が転がっている。打ったバッターは二塁へ向かった。ランナー一気に三塁へ向かう。中谷スリーベース。カープ先制のピンチを迎えます。バッターは6番鳥谷。大きな声援が届いています。初球決まってストライク。いきなり153キロ。2球目ストライク。追い込んで第3球を、あーっとキャッチャー取れない。そして今拾い直した。次は4球目投げました。打ちました。センター前進。取った。これはどうだ。これでワンアウト。ランナーは三塁変わりません。第1球投げました。初球見送ってストライク。いきなり151キロ。危ない球。第3球を投げました。ボール大きく外れました。カウンター2ボール1ストライクです。第5球投げました。打ちました。打ち返した打球はセンターへのフライ。掴みました。これで2アウト。ランナーは3塁変わりません。第1球投げた。危ない球。さあ次の投球決まった。ストライク。第3球を投げた。打ちました。いい当たり。レフト飛びついた。レフト前クリーンヒット。ボールが転がる。タイガース1点先制。1対0。ボールはサードへ。梅野タイムリースリーベースヒット。カープなおもピンチが続きます。バッターはピッチャーメッセンジャー。第1球高速シンカーはストライク。第2球投げた。打ったに当たりだ。ボールはレフトへ飛んでいきました。取ってこれで3アウトチェンジ。2回が終了しまして1対0カープ先制点を奪われています。3回の表これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは相澤。投げた。初球はストライク。第2球投げた。見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。流し打ち。中谷下がっていった。ファール。追い込んでから投げました。外角低め外れてボール。カウントは2ボール2ストライク。投げました。打った。打球はセンターへヒット。相澤ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。インロー際どい球ボール。ここはよく選びました。投げました。ここで送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。一塁へ送る。アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。カープ同点のチャンスを迎えます。投げました。打ちました。第2球投げた。打った。センター前進。センター方向へも取りました。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。最後はバックに立った。タイガースこの回1番からの高打順になります。トップバッターは俊介。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投げた。決まった。ストライク。追い込んで投げた。高速シンカーはボール。低め大きく外れました。カウント1ボール2ストライク。打った。切れていきます。ファール。投げた。打ちました。バットの先ピッチャー左のフライになりました。矢蓋余裕があります。マウンドの左掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。投げた。ストライク。初球ストライクから投げました。決まってストライク。第3球を投げました。打った。流し打ち。打球はライト右へヒット。上本一塁回って二塁へ。ライトからセカンドへ。上本ツーベース。先ほどヒットを放っている糸井。投げました。初球決まってストライク。まずは入れてきました。投げました。完全に外れた。ボール。完全なボール球。カウントはワンボール。打ちました。鈍いゴロ。一塁送球アウト。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。投げました。変化球見送ってストライク。投げた。決まった。ストライク。軽く追い込んでまいりました。ボール。アウトローへ。カウントワンボールツーストライク。流し打ち。どうだ。ファルボール。さあ投球は5球目。打ちました。ヒットになります。上本一気にホームへ。ボールは中継へ。タイガース1点入りました。2対0。福留タイムリーツーベースヒット。カープなお。バッターは5番中谷。投げた。初球見送ってストライク。第2球
投げた、危ない球、投球はこれから3球目。3球目ストライク、追い込んでいます。投げた、アウトロー、高速シンカー外れてボール、平行カウント、インロー、空振り三振。序盤終了しまして2対0、薮田この回さらに1点を失いました。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは菊池。第1打席はライトフライに倒れています。第9、投げた、決まってストライク。第2球、投げました、打ちました、フラフラッと上がった、メッセンジャーボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番丸。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。打ちました、初球打ち、大和バックしていった、余裕があります、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番松山。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球、投げました、打った、痛烈な当たり、ヒット、ボールが点々と転がっている、ボールはセカンドへ、松山ツーベースヒット。バッターは5番阿部。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。ボール。第2球、投げました、空振り、投げました、打ちました、これはヒットになります。バックホームする阿部、いいバッティングを見せました。カープなおもチャンスが続いています。低めいっぱいストライク、まずは見送りました。第2球、投げました、打ちました、鳥谷取った、アウト、スリーアウトチェンジ。結局2者残塁です。4回の表が終わって2対0、タイガース2点リードは変わりません。4回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは鳥谷。第1打席はセンターフライに倒れています。投げた、ストライク、まずは決めてきました。投げた、打ちました、ヒット、鳥谷ナイスバッティングです。バッターは7番山。第1打席はセンターフライに倒れています。初球バント、ピッチャーの右へ転がした、ピッチャーから一塁送球、菊池取ってアウト。右バッターボックスは8番梅野。今日2度目のバッターボックス。第2球、投げた、アウトコース低めストライク、もう追い込んでいます。投げた、外角低め、空振り三振、破った、見事なピッチングです。ストライク、1球目ストライクから投げた、見送ってストライク、さあ2ストライクと追い込んだ、1球外した、ボール、完全なボール球、カウント1ボール2ストライク、打った、切れていきます、ファール。第5球、投げました、危ない球。第6球はあっと引っ掛けた、フラフラッと上がった、取りました、これで3アウト。二塁ランナー鳥谷残塁に終わります。5回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはバティスタ。第1打席はセンターフライ、流し打ち、中谷交代、ヒット、バティスタいいバッティングを見せました。右バッターボックスは8番相澤。相澤第9、ストライク、初球ストライクから打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。ピッチャー第9、初球送ってきました、ピッチャーが左へ転がした、アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。ツーアウトランナー二塁に変わります。投げました、初球を打ちました、三遊間の打球、ショートから一塁送球、間一髪セーフ、記録はヒットになりました。これで今日は3打数の2安打。第9、ボール、バッターよく見ました、投げました、ボール、カウントは2ボール。第3球を投げました、打ちました、ファールボール。次は4球目、打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ランナー1塁3塁残塁。5回の表が終わって2対0、タイガース2点リードは変わりません。タイガースこの回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターは俊介。今日はセカンドゴロとピッチャーフライ。さあ次の投球、投げました、アウトコース低め、外れてボール、これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク、追い込んでから第4球を投げた、外れた、ボール、カウント2ボール2ストライクです。投げた、ストライク、見逃し三振。右バッターボックスには上本。第9、
投げた、決まってストライク、タイミング合いません。投げた、これも空振り。第3球、危ない球、投げた、アウトコースをつけた、ヒットになります。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。上本ツーベースヒットを放ちました。今日は安打を放っていますバッター糸井。第9ストライク。さあ次の投球、打った、ライナー破った、ボールは中継、糸井ナイスバッティングです。カープなおもピンチが続きます。カーピッチャー交代です。矢蓋降板、マウンドに上がったのはジャクソン。今日2番手としてマウンドに上がります。第9投げました、初球空振り、少し迷ったか、投げました、打ちました、三遊間のゴロ、ボールはセカンドへ、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。カープダブルプレイでピンチをしのいでいます。5回までが終了しまして2対0タイガース無得点で終了。試合は後半6回に入ります。この回のトップバッターは丸、今日はファーストゴロとショートフライ。第9投げました、外角低め、見送ってストライク、1球目ストライクから投げました、打ちました、キャッチャー落下点に入りました、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、見送ってストライク、初球ストライクから。第2球投げた、高めボール球打った、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボクサー5番阿部、投げた、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、入った、ホームラン、ソロホームラン、スタンドへ叩き込んだ、初球を完璧に捉えました、価値のある一発を放ちました。今チームメイトが迎えます。バッターは6番新井、今日はセカンドゴロとサードゴロ。第9打った、これはいい当たりだ、入れば同点だ、さらに伸びていく、センター見送った、ホームラン、同点ホームラン、2者連続ホームラン、初球をうまく捉えました。チームメイトが迎えます。バッターは7番バティスタ、バティスタ。第9投げた、打った、ファール。第2球投げた、ボール、これは完全なボール球、カウント1ボール1ストライク。投げた、打ちました、ファールボール。第4球を投げました、スプリットはボール、カウントは2ボール2ストライク。投げました、打ちました、当たり損ない、大和ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって2対2カープ、この回2点返して同点としています。6回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッター中谷、1球目ストライクから、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで右中間へ、ヒット、打球が転がっている、ボールは中継、中谷いいバッティングを見せました。カープピンチを迎えます。バッターは6番鳥谷、ひときわ大きな声援が聞こえます。スライダー見送ってストライク。第2球投げました、ストレートはボール、カウントは1ボール1ストライクです。3球目ストライク。第4球を投げました、見送ってボール、カウントは2ボール2ストライク。打った、流し打ち、これはヒットになります、中谷
三塁回った、ボールは中継、カープリードを奪われました。3対2。さあノーアウトランナー二塁という場面で山、初球空振り、第2球、これもしかし空振り、追い込んで投げました、危ない球。さあ4球目、ボール、わずかに外れました。平行カウント、投げた、打ちました、キャッチャー落下点、ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは代打伊藤、第1球、投げた、初球打った、キャッチャー落下点に入りました。ファウルグラウンド、ボールをつかみました。バッターはピッチャーメッセンジャー、投げた、アウトローを見送ってストライク、いきなり152キロ、2球目ストライク、追い込んでから投げた、アウトロー、空振り三振。最後はキレのある変化球。6回の裏が終わりまして3対2か、1点をリードされています。さあここは守備を変えてくるようです。第1球、ボール、第2球、投げた、打ちました、上本下がっていった、ヒット、相澤いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。タイガース、ここはバントに警戒します。ピンチヒッターは西川に変わりまして、石川、背番号63。第1球、投げました、初球から打ってった、1、2塁間への当たり、ボールは中継、西川ナイスバッティングです。カープ同点のチャンスを迎えます。さあここが試合の分岐点となりそうです。第1球、流し打ち、どうだ、ファール、初球ファールからストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打った、センターへの浅いフライになった、掴みました、これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第1球、打ちました、初球打ち、セカンドの右、ゲッツーコース、二塁フォースアウト、セーフ、ダブルプレーは逃れました。カープなおもチャンスが続きます。第1球、決まってストライク、まずは見送りました。第2球、投げました、打った、センター前進してくる、掴んで、これで3アウトになります。カープチャンスを潰します。カープここで追いつくことはできませんでした。カーピッチャーを変えてきました。ジャクソン降板、右のブレイシア、今日3人目のピッチャーとして登板です。に変わりまして、9番にブレイシアが入り、ピッチャー。7回の裏、タイガースラッキーセブンの攻撃。この回のトップバッターは俊介、第2球、見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール、カウント1ボール2ストライク、投げました、打った、いい当たりだ、レフトへのフライだ、レフト下がった、ヒット、バッターランナーは1塁決定、2塁、俊介ツーベース。ここまで2安打の上本、ブレイシア、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第2球、投げた、2球目ストライク、追い込んで投げた、打った、わずかに三塁線切れました、ファール、投げた、スラーブはボール、カウント1ボール2ストライク、流し打ち、ファールボール。第6球を投げた、打ちました、センターへ上がった、取りました、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球、危ない球、投球これから2球目、直球見送ってストライク。第3球、打った、流し打ち、三塁線切れました、ファール、打ちました、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、一塁送球、アウト。カープなおもピンチが続きます。今日ツーベースを打っている福留、ブレイシア、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。初球ツーシーム空振り、第2球、投げた、直球ストライク、インハイへ、これで追い込みました、投げました、危ない球、投球これから4球目、打ちました、セカンド、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。
カープこの回2アウト3塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。7回までが終了しまして3対2タイガース。メッセンジャー降板。ここでマウンドに上がったのは待てよ、今日2人目のピッチャーとして登板です。8回の表1点を追いかけます。カープの攻撃、先頭バッターは松山。今日はここまで3打数1安打。第2球、危ない球。投球はこれから3球目。打ちました、詰まった。これは内野フライ。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは5番阿部。投げました、危ない球。第2球、投げました、危ない球。第3球を投げました、打ちました。セカンド右、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番新井。今日はホームランを打っています。第9、投げました、初球打ち、抜けた。新井、いいバッティングを見せました。第9、初球を打ちました、レフトの左、ヒットになります。レフトからサードへ、バティスタ、ナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。さあ、いよいよ試合の流れが変わりそうな場面。第9、完全に外れた、ボール。第2球、投げた、ボール。はっきりしたボール球、カウンター2ボール。投げた、外角低め、見送ってストライク。さあ4球目、外れた、ボール。カウントは3ボール1ストライク。投げた、打ちました、レフト前に出る、取って、これで3アウト、チェンジ。カープチャンスをものにできません。カープ、ここで追いつくことはできませんでした。8回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは中谷。今日はここまで3打数2安打1三振。カープピッチャーを交代します。ブレイシア降板、右の市岡、今日4番手としてマウンドに上がります。第9、カーブ見送ってストライク。さあ次の投球、投げた、見送ってストライク。これで追い込みました。投げた、変化球、空振り三振。市岡3球で仕留めてみせました。第9、投げました、ストレート見送ってストライク。第2球、投げました、低め、スプリット外れてボール。カウントはワンボールワンストライクです。3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。バッターは7番山、今日4度目のバッターボックス。インコース低めいっぱいストライク、伸びのあるストレート。スプリットはボール、低め、カウント1ボール1ストライク、決まった、ストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、インコース低め、空振り三振、ボール球で仕留めました。市岡この回見事な投球でした。8回までが終了しまして3対2タイガース。この回の攻撃は0で終わっ、待て降板、そして最後は守護神のドリス。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。代打は岩本。市岡に代わりまして岩本、背番号10。第9、危ない球。第2球、ボール。ここはよく選びました。カウントは2ボールノーストライクです。打った、次が4球目、投げました、見送ってストライク。追い込んでから投げました、ボール。カウント3ボール2ストライクです。投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ。上本掴んだ、セカンドから1塁送球、これでワンアウト、ランナーはありません。第9、投げた、完全に外れた、ボール。大きく外れました、打ちました、フラフラッと上がった、サード落下点。ここはしっかり掴みました。これで2アウト、ランナーありません。初球打った、大和、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。試合終了です。カープ1点差に届かず敗れました。勝利投手はメッセンジャー、敗戦投手はジャクソン、セーブはドリス。
て本日のヒーローはドリス。無失点の好投を見せました。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は3-2カープ1点差で敗れました。勝利投手はメッセンジャー、敗戦投手はジャクソン、そして西武はドリス。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。